Yes.父に赴いたお前が、かように落ちてしまうとは。せめて、かつての師である私が引導を渡してくれよう。待ってくれ。ホドリック、幼い頃、遊んでもらったことを思い出したよ。中心とまで言われたあなたが、なぜガレリウスの配下に。 何もわからないまま、かつての仲間を切りたくはない。せめて理由を聞かせてくれないか。はい。これは、私は一体何を。 妖術。そのようにしか言い表せません。信仰の深かった漁師たちの突然の増波、この日を境に私めも意識を失っておりました。だとすれば恐ろしい妖術です。支配の術とでも申しましょうか。ガレリウスが世界を征服し得たのはその術の力によるものやもしれません。 一体あれから10年もの間、私は何をしていたのか。天津さえアレイン殿下に刃を向けるなど。それ以上自分を責めないでくれ。だがその支配の術がどうしてこの指輪で。王位継承の血筋を証明するための指輪かと思っておりましたが、まさか 本当に浄化の力を持っていたとは。殿下、それは一角獣の指輪、代々コルニア王家に伝わる秘宝です。王族のみが浄化の力を解き放てると伝え聞いております。聖教でも一角獣は浄化の力を持つ聖獣として扱われているわ。だからその指輪にも浄化の力が宿っているのかも。 ガレリウスの知性が人心を弄ぶ支配の術によるものならば、この指輪の力が闇の支配を解き放つ光とならないか。アレイン殿下、確かに操られたものを術から解き放てばゼノイラの支配体制を突き崩せるかもしれない。帝国への反旗は支援ではないのか。 そこに大義はあるのか悩んでいた。だが、今わかった。
託されたものの大きさとその意義を。母上、行こう。戦い抜く覚悟ができた。ガレリウスを討ち、王家の責任を果たす。ポドリックの様子はどうだ？ようやく立ち直り、戦いへの覚悟ができたようです。ところで殿下、港に到着した後の予定ですが、以前より準備していた解放軍にクライブという若い騎士がいます。上陸後は私が早馬を務め、彼に取り次ぎましょう。分かった、よろしく頼む。あい、ちょっといい？どうしたんだ？あのね、なんだ、気になるな。ごめんね、大した話じゃないわ。いろいろと突然のことだったから、まだ実感が湧かなくて。ああ、確かにそうだ。だがこの日が来ることは分かっていた。この10年ジョセフに指示して鍛錬を重ねてきたのはこのためだ。母上も自ら剣を取り、道を示す指導者だった。俺もコルニアの王位継承者として先陣を切って戦うつもりだ。毎日のようにレックスとも浜辺で訓練していたものね。見ていたのか。コドリックがそうだったように、ゼノイラ軍に組した将が操られているのだとしたら賞賛はある。とはいえ、今の解放軍の基盤はあまりにも脆弱だ。だから君にも助けてもらいたい。平和を取り戻すためにも。あれ、そうね、パレビア正教の司祭として力になれるよう考えわ。俺も助けになるぜ。レックス。なんだよ。王子すみません、立場も巻き回す。幼い頃から一緒に過ごしてきたんだ、かしこまる必要はないさ。私たちは王子に仕える従者、そうは回りません。ですが私もレックスと気持ちは同じです。王子のお役に立てるよう尽力いたします。みんなありがとう、心強いよ。すまないが、私も少々この娘に用があって。彼女を離せ。この娘はガレリウス様が必要とされているのだ。どう扱うのかは私の知るところではない。悪いが、娘
娘はいただいていくぞ。皆様をお迎えする前にこのような事態になるとは。殿下、彼が先刻紹介していた解放軍組織の一員クライブです。ああ、しかしガレリウスの狙いが花からスカーレットであったとは。連れ去っていったあの騎士は一体何者なんだ。彼はルノー、イレニア様に仕える高潔な騎士でした。あの様子から察するに、おそらく彼も支配の術で操られているのでしょう。そうだとしても、なぜスカーレットは。確か彼女は聖教の司祭でしたね。近頃ゼノイア軍がパレビア聖教に関与しているとよく耳にしますが、教会の司祭である彼女とも何か関係しているのかもしれません。いずれにしてもガレリウスにスカーレットを渡すわけにはいかない。彼女の身が心配だ。すぐにでも出発しよう。まあ待て待て、行き先も分からずにどうするんだ。君は。彼はトラビス、共に活動している仲間です。いわゆる密偵ってやつだな。情報収集が主な仕事だ。それでルノーの足取りはつかめたのか。ああ、東の方角へと一目散だ。大方奴の居城に向かってるんだろう。だが厄介なのは傭兵たちだ。奴らを片付けないと先に進めない。殿下、焦るお気持ちはわかりますが、スカーレットを助けるためにもまずは眼前の敵を排除しましょう。わかった。準備ができ次第出撃する。
出陣します。よし、行こう。かしこまりました。来るがいい。私が相手だ。のままに御旗を掲げましょうぞ。さて向かおう。いかがいたしましょう。
しめにお任せを。お任せを。やってやるぜ。任せろ。何なりと仰せのままに。私が相手だ。私めにお任せを。かしこまりました。好きにはさせない。腕が鳴るぜ。俺がこいつは任せろ。好きにはさせない。俺が相手だ。こいつは任せろ。俺が相手だ。俺が相手だ。好きにはさせない。
何なりと。強くならねば。勝利を積み重ねよう。さて、よし、来るがいい。皆を守れる騎士となろう。勝者もありません。私が相手だ。到着いたしました。到着。さあ来い。
がいたしましょう。仲間はどうした？お前らが全員でのこのこ俺を追ってくれたおかげだな。野郎どもはうまく逃げられただろうよ。他に敵はいません。釣られちまったな。大将自らおとりになったのか。おいおい、そんなんじゃねえよ。お前らをまくろは簡単だ。足さえやられてなきゃな。まあこれも貧乏くじさ。雇われだから覚悟はできてる。そういうことなら話は早いな。待ってくれ、彼に聞きたいことがある。ガレリウスはなぜスカーレットを狙ったんだ？少しでも情報が欲しい。何か知っていたら教えてくれ。俺たちは知らない傭兵だぜ。気前のいい前金で仕事をしたってだけだ。興味があるのは金だけで、何がどうとか知る気もねえさ。こいつどうする？アレイン、もし俺が雇うと言ったらお前は雇われてくれるのか？そりゃ商談ってことならいくらでも話を聞くぜ。本気かよ。今の今まで命のやり取りしてたやつだぜ。仲間のために犠牲になれるやつはそうそういない。俺たちはゼノイラが支配するこの地を解放したいんだ。手を貸してほしい。お前らは反抗勢力の残党だと聞いてたんだが、こんな大ごとやらかそうって危ないやつらだったとはな。この方はコルニアの王位継承者、アレイン王子。これは正当な戦いよ。滅んだ国の王子様を担いで国をひっくり返そうってのか？だがゼノイラ相手じゃやっぱり分が悪いな。雇われる気はなさそうだぞ。高くつくぜ。それは新しい王様になるんだろう。なら報奨は望みのままだよな。さっきの戦いで分かってると思うが、俺は結構いい働きをするんだ。雇ってくれるんだろう？手付けは負けとくぜ。すぐにでもスカーレットを助けに行かなければ。彼女をさらったのはガレリウスに何か企みがあってのこと。スカーレットの救出が奴の目的を砕くことにつながるやもしれません。ですが想定よりも決起が早まり、同志が各地に散ったままです。現在の戦力ではルノーと戦うのは難しいと思われます。ガレリウスの支持者には望んで王家と敵対する者もいました。彼らとの戦いはおそらく避けられないでしょう。
スカーレットを助けるためにも戦力の増強が必要か。パレビア島に殿下を逃がしてから解放軍の基盤を作ってまいりました。圧政を強いられている領主の中には不満を持つ者もいます。彼らを取り込むことは可能かもしれません。アレイン殿下、解放軍の旗に紋章を掲げるのです。殿下が解放軍を率いれば同志とも合流できるでしょう。わかった、皆の力を貸してくれ。